こんにちは、のり太郎です。今回は実際のコインでシミュレーションしてみたらアンティークコイン半端ないってっていうお話をしたいと思います。先日、ちょっと話は変わるんですけど、2022年の11月30日にこんなニュースがありました。私の今住んでいる富山県を含む北陸電力管轄では、来年の4月から一般家庭の電気料金が 45.84% も値上げになるというニュースです。その他にも電力大手の10社のうちに、すでに、今のところ申請した東北、中国、四国、沖縄電力の値上げ率っていうのが平均28から 39% 程度と、各社大幅な値上げとなっています。で、最近また急激な円高に触れましたが、円の価値は着々と失われているというような状況が、今の状況かと思います。こういう不安定な時代だからこそ、現金で資産を持つというのは危険なわけです。で、円が紙切れになるというのも現実味を帯びてきてるんじゃないでしょうか。ということで、今回の動画では、前回動画でお話ししました定年後の資産比較ということで、預金 vs コイン投資圧倒的な差に驚愕という動画では、こんなの机上の空論だろうというご意見もいただきましたが、果たして本当にそうなんですかというところを深掘りしてみたいと思います。具体的には、前回の動画では私が過去に解析したコインの値上がり率を、平均して 36% ぐらいの値上がり率ということで計算していましたが、それぞれのコインについて過去の値上がり率から、今後保持し続けると10年後、20年後、あと45年後にはいくらになっているかという計算をしてみました。で、実際に過去これだけの値上がりをしているので、机上の空論とはなかなか言い難いというのが今回の、動画の趣旨かなと思います。ということで、早速実際の値上がり率を見ていきたいと思います。まずは1931年のチェコスロバキア1ダカット金貨 MS65 になります。こちらは現在の相場っていうのが、1ドル2022年の12月の初旬の相場でいうと135円ぐらいで計算しますと39万4800円程度ということで、こちらは過去の履歴を見ますと 71.71% の値上がり率ということで、こちらを複利じゃなくて単利計算で計算しますと、こういう値段の値上がりになります。1年目が39万4800円、5年目に181万円と、10年目322万5000円、20年後に662万3000円、45年後に1300万円ぐらいになると、これちょっと値上がり率がすごかったので、このままいくかどうかは微妙ですけど、この間保持してるだけなので税金もメンテナンス費用もほぼ必要ありません。強いて言えば除湿剤の交換費用ぐらいです。で、ちなみに同額を銀行に預金した場合は、こうなりますと。全然どこが変わってるのか分かんないんですけど、なんだかバカにされてるような気分になりますよね。ちなみに毎月3万円、毎年年間36万円ずつ預金に積み立てた場合を見てみるとこうなります。で、ちなみにこの場合の出資額ですね、いくら払ったかっていうのは1620万円で、金塊の先の出資額は39万円だけです。それでこれほど近いような値になると、あくまでも理論値ですが、これほど近い額になってしまうということになります。これは値上がり率がコインの中でも高い方なので、このように順調に上がるかは分かりませんが、預金と比較すると雲泥の差が出ることは一目でお分かり
ていただけるかと思います。ということで、他のコインはどうなのかというところで見てみましょう。次にフランツ・ヨーゼフ雲上の女神100コロナ金貨の、現実的な金額で買えるところで AU55 グレードのところで見てみましょう。こちらは値上がり率が 19.44% と、普通の投資としてはですね、なかなかありえない、値上がり率で、ポンジスキームレベルの詐欺レベルの利率なんですが、こういうの値上がり率としては非常に現実的な値上がり率になっています。こちらの値動きを見てみますと、1年目、今の金額では94万5千円で AU55 のクラスであれば買えます。5年後は180万程度、10年後は270万、20年後は460万、45年後は912万1千円ぐらいになると。このように出資額が100万円以内でも45年後には10倍ぐらいになっています。ちなみに比較するまでもありませんが、同額を預金した場合はこのようになります。ほとんど何も変わらないですね。45年経っても、おまけ程度の金利しかつかないというのが預金の状況です。で、続いて参りましょう。1847年ビクトリアゴチククラウン銀貨アンデシモエッジのプルフ55、かなり低いグレードになりますが、こちら値上がり率が 30.2% となかなかのものなんですが、こちらを見てみましょう。こちらの値動きが1年目、今の状況ですね、83万4千円ぐらいで買えます。でこちら、値上がり率で計算すると5年後には200万、10年後330万、20年後は580万で、45年後には1200万ぐらいになると。預金と比較するまでもないんですが、もうそちら割愛するので次に参りましょう。次は1841年のインディアンモハール金貨、ウナとライオンで有名なウィリアム・ワイオンがデザインした、金貨になります。ビクトリア女王の金貨ですね。でディバイデッドレジェンド通常肖像ラージデイトプレイン4ということで、オーソドックスな、よく出回るタイプの MS61 というグレードで見てみましょう。でこちら1年目は167万円程度で、5年後には420万円、10年後には643万2千円、20年後は1100万円、45年は2400万円ということで、かなり、いいコインだなということになります。でそのまま最後に突入しましょう。非常に非現実なところ行きましょう。で皆様ご存知というかですね、世界一美しい金貨と呼ばれる1839年のウナとライオン5ポンド金貨のプルーフ62で、見てみましょう。こちらは、世界一美しい金貨と呼ばれるだけあって、61グレードがですね4300万円と、かなり高額になります。で値上がり率は低めの 6.16% なんですが、結果はこの通りですということで、1年目が4300万円、5年目が5600万円、10年後には7000万円、20年後は9700万、45年後には1億6400万円ぐらいになっていると。こちら遺産相続レベルの話になりますし、かなりぶっ飛んでしまってますんで、一般庶民にはわけわからないんですが、これがコインの実力かなと思います。ということで今回のお話はコインを1枚買って保持するだけでいくらになるかというお話だったんですが、コインコレクターは、年に1枚、一緒のうち1枚ということは、まずありえなくてですね、年に何枚か買われるかと思います。これを続けていけばですね、
どうなるかというところが、まあ、前回の動画でシミュレーションしたように、年間120万円、まあ、月10万円ぐらいコイン買うということで見てみますと、もう1年目が120万円、5年目には1300万円、10年目には3700万円で、20年目には1億1600万、45年やると5億円超えるという具合に、まあ、5億円程度になるというのが、まあながち絵空ごとじゃないんじゃないかなということがお分かりいただけたかと思います。で、世界的なオークションのヘリテージオークションを見ていただければ分かると思いますが、高いコインほど売れ残るリスクっていうのは少ないということで、まあお金持ちがいかにこう参加してるかっていうのが、お分かりいただけるかと思います。でも預金と比較するだけナンセンスなことはもう最初の方段階でお分かりいただけたかと思います。でこれからまあ陰謀論的にはですね、グレートリセットが叫ばれる中で資産の一部をさまざまな今までの危機を乗り越えて、まあ、2000年以上の投資の歴史があって、まあ、世界で最も古い、投資であると言われているコインに一部入れていくというのはいかがでしょうかというお話でした。ということで今回のお話は以上になります。いつも動画をご視聴くださっている皆様、いつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。今日ちょっと裏もいきます。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be.